局止めたんだ。姉さんはボルテックスの顔なんだから絶対ここにいるはず、全てを壊して台無しにしてやりたい。優しくするからさ。ケイトは自殺未遂、レイチェルは死んだ。人殺しクラブへようこそ。セレブ気取りでいい気になって他人のことなんてどうでもいい。もし今竜巻が来てくれたら私ただ座って見てるよ。でもクロエをほっとくわけにはいかない。こんな気持ち嫌だ。怒りと悲しみしかない。ケイトはわざわざ有名 DJ を雇ったんだ。ジュリエットを傷つけたら絶対許さないからね。ザックとよりを戻したんだ。リベンジポルノとかされなきゃいいけど、 VIP ラウンジでも踊りがダサけりゃ意味ないよね。マックスじゃない、来るつもりだったなら言ってよ。一緒に服選んであげたのに。ちょっとそれどころじゃなくてね、レナ、姉さんを見かけなかった？トレバーと踊ってたからね。マックスも来なよ。それにトレバーのダンスひどくない？世界の終わりは楽しんでる？最高。ひどい1週間だったから今夜くらいは楽しくて痛くて。ケイタの分までね。そっか。でも姉さんには近づかないでね、お願い。近づくつもりもないけど、しかし姉さんもかわいそうだよね。家族のこととか大変そうだし。彼のお父さんについて何か知ってる？金持ちだってことくらいしか。姉さんは嫌ってるみたいね。あの家族もそうだけど、このクラブもいろいろおかしい。レーナもそう思うんだね。別に友達と遊ぶのにクラブなんていらないし、トレバーたちと一緒にいるのも楽しいしね。もういいかなって。そっか、トレバーと楽しめてるみたいでよかった。でもね、彼ったらほんのダンス下手で、うわ、ひどっ。姉さんの次のターゲットはビクトリア。教えてあげるべき。まあ結果は分からないけど、ビクトリアが優勝するんだ。お菓子だけ？ボルテックスクラブにしてはケチだな。ボルテックスの VIP バー、お酒出してる。やだな。マックスじゃん、よく来たね。テイラー、姉さんを見なかった？ううん、正直会いたくない。最近なんか怖いし。ビクトリアなら知ってるかも。怖いってどんな風に？前から気味悪いと思ってたんだよね。面白いやつだけど周りのこと考えないでしょ。なのにボルテックスクラブに入りたかったの？私はただ家を出ていい学校に入りたかっただけ。勉強したり友達とパーティーに行ったり。でもヘイトの件で間違いに気づいたんだ。ヘイトは前のパーティーでネイさんに薬を盛られたの。テイラー、今夜は何も飲まない方がいいよ。
大丈夫、メイさんがいるときは気をつけてるから。何されるか分かったもんじゃないし。そう、じゃあ私もう行かなくちゃ。気をつけてね、テイラー。お母さんによろしく。ありがとう。今はもうだいぶ具合良くなったから、心配してくれて嬉しいよ。潰れてるのに誰も解放してない、誰も何も学んでないんだ。ねえヘイデン、ヒーローや、スーパーマックスがヒーローを守りに参上だ。姉さんも見てない？悪い、ちょっとやりすぎたみたいでさ、頭回らないんだわ。とりあえずマックスも隣に座るわ。私はいい。硬いこと言うなって、ちょっとぐらいいいじゃんか。ほらほら遠慮しないでどうぞ、ちょうど隣空いてっから。はぁ、今そんな気分じゃないから。それで誰か姉さんを見てないの？そこら辺にいるやつに聞いてみれば。それともやっぱ隣に座りたくて。ビクトリアはどこ？さあ自分で探してくれよ。俺はほら今いいとこだからさ。ほどほどにしておいた方がいいよ。なんだよしらけるな、人生楽しまなくちゃ損だろ。せっかくマックスとデーナがパーティーに来たって喜んでたのにさ、説教するだけだよ。マドセンじゃねえんだけどさ。前のパーティーでケイトに起きたこと忘れたの？とにかく姉さんには気をつけてね。俺には関係ないね。じゃあな、ユートンス。うわぁ、勘弁してよ。おっと、なんであんたがここにいるわけ？私、ゲストなんだけど。ありえない。ちょっと黙ってて、今無駄話してる場合じゃないの。急じゃない、私が一度謝ったからって調子に乗らないでよ。そんなことどうだっていい。先日ケイトが自殺しようとしたんだよ、ここにいる全員の目の前で。私のせいじゃないわ、こっちに文句言わないでよね。本当に許せないのはメイさん、でも助けようとしなかった全員にも責任がある。ケイト、早いですようにしか見えなかったの。私にどうしろって言うのよ。非を認めないつもり？なら言うけど、メイさんのことを心配している人だって私だけじゃない。あなたは彼を学校から追い出せて満足だろうけどね。話をすり替えるのはよして。あのね、私は普通の学生なの、成人君子でも何でもない。ただ写真家になって有名になりたいだけ。私ビクトリアの写真すごいと思う。人を押しのける必要ないの。甘いわね、親がギャラリーを持ってるから分かるの。人を蹴落とさなきゃ勝てない世界なの。そんなことする必要ないよ。ジェフォソン先生は有名だけどそんなこと言ってなかったじゃない。まあね、でもありがとう、また褒めてくれて。私すぐ自信なくしちゃうから。私だってそう、でも結局自分次第だと思う。そうは思えない。言いたいことは分かるよ。私たちって友達になれないのかな？友達でいいじゃない。お互い写真家を目指してるし、変わり者で見栄っ張りだし、わだかまりを忘れて付き合えばうまくやれるよ。そう思ったこともあった。私の写真をアベドンっぽいって言ったとき、ま、すぐ正気に戻ったけど。もったいないな、きっと素敵な友達になれたよ。うん、そうかもね。きっとそうだよ。マックス、ボルテックスに入る気ない？
まだ間に合うよ。本当、間に合うといいんだけどね。どういう意味？聞いて、あなたの身が危ないの。ビクトリアが姉さんと仲いいのは知ってるけど、あんな危険なやつ信用しちゃダメ。姉さんはね、ケイトに薬を持っただけじゃなくて、その後怪しい場所に連れ込んだんだよ。は？そんなわけないじゃん。どうして姉さんがそんなことを？まだわからない。でもケイトを見たでしょ。そして次はビクトリアが狙われてる。バカバカしい。姉さんは私の一番の友達なんだけど、ちょっとした問題は起こすけど、それだって彼のせいじゃない。全部あのろくでもない親が原因よ。ちょっとどころじゃないよ。全然ちょっとじゃない。私のことは嫌ってもいいけど、この話は信じて。確かに私がペンキをかぶった時、マックスはバカにしなかった。私マックスのこと嫌いじゃないよ。ちょっと変わり者だけどね。私きっと嫉妬してるんだと思う。マックスと違って人の考えを気にせずにいられないから。本当はね、私も最近の姉さんが怖いの。今日は見かけてないけど。とにかく姉さんには近づかないで。それと絶対一人にならないように。今回は言うこと聞いてあげる。今夜は他の子たちと一緒にいるようにするから。心配してくれてありがとう。でもその話が本当ならあなたも気をつけて。私は大丈夫。あともし何かあったらメールして。うん、ありがとうビクトリア。じゃあね。ビクトリアと私にも望みがあるのかも。忠告してよかった。無事でいてね。飲みすぎた人の役に立ったりして。やっとクロエ発見。姉さんがどこにも見当たらない。一体どこにいるの？クロエと合流しなきゃ。クロエ、姉さんはここにはいないみたい。誰も見てないって。上も調べたけどいなかった。ああ、もう。ということはきっと寮だね。急ごう。終わりにするんだ。マックス、来てたのか。ああ、ジェファソン先生。二人とも何かあったのか。思い詰めた表情をしてるが。あの、ちょっと姉さんを探してたんです。いつ姉さんと友達になったのか。彼とは午後に会ったきりだよ。かなり興奮してた。ケイトの一件以来、まあずっとあんな感じだ。ええ、確かに。また後で話そう。これからコンテストの優勝者を発表しなきゃいけないんだ。君も参加してくれればよかったんだな。今後に期待してるよ。はい、頑張ります。では失礼するよ。急がないと。行くぞマックス。それでは皆さん。ジェファソン先生。はいはい、わかったか。静かに。パーティーの邪魔をして申し訳ないが、日常ヒーローコンテストの優勝者発表に移ってもいいか。その前にまずは参加者全員、そして参加しようと考えてくれたみんなに礼を言いたい。ジェファソン先生、素敵。自分の作品を世に出す、これはアーティストを目指す上で最も大切なステップだ。そして君たちはこの学校とその理念を体現してくれた。僕にとっては君たち全員がヒーローだ。では発表しよう。優勝者は、おいおい、おっと、なんとビクトリア・チェイス君だ。ありがとうございます、ジェファソン先生。私がブラックウェルに入ったきっかけは先生の作品に感銘を受けたからです。これからもそのお名前に恥じない作品作りを続けていきたいと思っています。それからもう一つ、
私はこの賞をケイト・マーシュに捧げたいと思います。彼女こそ本物のブラックウェルのヒーローです。一日も早い回復を願ってます。以上です。調子に乗らないでよ。誰もの予想通りビクトリアの優勝か。まさか先生を脅迫してたなんて信じられるよね。どうでもいいよ。リチェルが生き返るわけじゃない。それよりネイサンだ。分かってる。リョウを探してみよう。やばい、ネイサンからのチャットだ。証拠は全て消すって。待って、それってもしかしてレイチェルの遺体も。ちょっと、もっと静かに歩いてよ。姉さんが襲ってきたらすぐ巻き戻せ。絶対に仇を討つからな。マックス、こっちだ。よかった、まだここにいる。見ない方がいい。Go ahead.